秋葉原から来ました仮面女子の候補生ユニット仮面女子候補生オーズです。よろしくお願いします。それでは早速メンバーの自己紹介を移りたいと思います。まず私からいきます。仮面女子候補生のラッパー、そしてオズのリーダー鈴村セリです。セリちゃん。はい、私は、看護学生の平崎美鈴です。中学2年生森下真です。声だけを聞けば前田敦子さんに大木かなです。はい、春から花の JK 木下優里です。目役の太もも雪野しほりです。クラゲと書いてみつきと呼ぶみつきさきです。はい、今日はこのメンバーで、よろしくお願いします。お願いします。はい、私たちは普段、秋葉原駅から近く、秋葉原駅から徒歩数分のところにある仮面女子カフェというところで365日毎日ライブをしております。土日祝日には、無料ライブもやっているので15時からやっていますので、秋葉原に立ち寄った際はぜひ皆さん、お越しください。お願いします。お願いします。そして私仮面女子候補生はただいま超ド S フェスタ静岡に出場をかけたオーディションをただいま参加しております。ぜひツイッターでですね、ハッシュタグ仮面女子候補生、そしてハッシュタグ超ド S とつぶやいてください。そうするとね、皆さんにいっぱいツイートしてもらえばもらうほど私たち、オーディションにかけてどんどん上に進むことができます。そして私たちの仮面女子候補生の動画があります。そちらが超ド S フェスタの公式ホームページに YouTube 動画でアップされておりますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。今ね、その動画がね、私たち仮面女子候補生はなんと1位をいただいてるんですけど、はい、2位とまだちょっと僅差で勝ってる、ちょっと勝ってるぐらいなので、ぜひ皆さんのツイートや拡散をお願いして応援してください。お願いします。お願いします。メンバー全員ツイッターをやっています。ツイッターで漢字4文字仮面女子とツイートしていただくと、私たちメンバー全員で遊びに行っちゃうので、ぜひツイートしてみてください。お願いします。お願いします。今ね、たくさん写真撮っていただいてると思うんですけど、この可愛い私たちの写真をぜひツイッターに載せて、はい、可愛い写真をツイッターに載せて拡散してください。ただね、ちょっとね、下からのローアングルの撮影はちょっと恥ずかしいのでやめてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速次の曲に行きたいと思うんですけれども、前半戦はね、結構かっこいい曲で攻めたと思うんですけども、次の曲はね、かなりガラッと変わって可愛い曲でいまして、それで曲中に手拍子をしていただくところがあるんですね。でそこはみんな皆さん参加していただければすごい嬉しいです。それでたくさん盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは次の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。私にチャイム。
してチェキ会、握手会を行うんですけれども、まず最初に無料ハイタッチ会を行うので、ぜひ全員の人に来ていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは以上、私たち亀井